ロイヤル・ビクトリア勲章は、グレート・ブリテノおよび北アイルランド連合王国の騎士団勲章。王室関係者が対象とされ、王族及び、宮内長官から、庭師や下僕に至るまでの王室に奉職した者へ、君主個人から贈られる勲章である。類似した勲章として、ロイヤル・ビクトリア系色があるが、別の勲章とされている。しかし、その需要対象や基準は、 ロイヤル・ビクトリア勲章の直接上位勲章と言えるものである。ビクトリア女王、ビクトリア女王の在位60周年を翌年に控えた1896年、女王に長年仕えた人たちに対する女王からの贈り物として制定された。制定日は4月21日だが、公式記念日は女王が即位した日である6月20日とされている。 君主個人からの贈り物という性質上、叙君の決定は、君主個人の判断による。そして、叙君の基準が君主との関係であることから、王族が主要な授与対象であり、女性王族のほぼ全員が最上級の、デームグランドクロースに除されており、君主の宴席である外国の王族にも広く、贈られてきた。また、外国の王妃や警視 王帝へ贈呈する勲章としても使われており、ガーター騎士である昭和天皇や上皇は騎士とも皇太子時代には男性最上級のナイトグランドクロスに移住されている。当初は即位して日が浅いことや非キリスト教徒であるといった理由でガーター勲章の基準に満たないとされる外国君主が放映した場合にもロイヤルビクトリア勲章ナイトグランドクロスまたは デームグランドクロースが贈られていたが、ロイヤルビクトリア系職が制定されて、以降はこの賞が贈られるようになった。内外の王族以外では、王室に関係する公職を務めた者や、宮廷職員のほか、イギリス連邦諸国へ行行する際は、現地の関係者が主な対象となる。外国人への叙勲も同様で、他国の宮廷関係者や、 君主が他国を公式訪問する際にはその国の関係者へ送られる。外国人で最初の受賞者はビクトリア女王の外遊先のニリス市長であった。日本人に関しても初のナイトグランドクロス受賞者である林忠氏は日英同盟締結の功によるものだが、二人目は特大寺サネツネジジ長であり、昭和天皇の自長入江小生も除訓されている。 東郷平八郎の場合は、ジョージ五世の体官式に列席した際に送られた。イギリスの他の騎士団勲章と同様に、騎士団へ入団することが栄誉であり、騎章はその団員賞として授与されるものである。すなわち、除勲されるということは、勲爵師団への入団を意味する。ロイヤルビクトリア騎士団は、グランドマスターである勲章のもとに5階級の団員で、 構成されており、設立当初は、1等は、男性が、ナイトグランドクロスで、女性は、デームグランドクロス。2等は、男性が、ナイトコマンダーで、女性は、デームコマンダー。3等は、コマンダー。4等及び5等級には、メンバーの国が与えられた。このうち、ナイト並びにデームグランドクロス、及びナイト並びにデームコマンダーは、ナイトの爵位である。 1984年、4等級が、レフテナントとされ、5等級をメンバーとするようになった。各等級に共通する気象のデザインは、丸太十字を基本として中央に、縦長の楕円型が組み合わされ、楕円の外輪部は、金文字でビクトリアと記された、ロイヤルブルーの缶になっている。その中には、赤のエナメルが施され、中心に、金の飾り文字が配されている。 後藤のメンバー級の章以外は、丸太十字に白いエナメルが施され、中央の楕円の上には細部まで、エナメル彩色が施された金の王冠が乗っている。樹の文様は共通で、ダークブルーの両縁に赤、白、赤の細いストライプが入っている。騎士団のローブポストのみなるレターズは実施簿。序列は、聖マイケル、聖ジョージ勲章ナイトグランドクロス。 デームグランドクロスと、大英帝国勲章ナイトグランドクロス、デームグランドクロスの間に位置し、騎士団勲章中の順位は8番目である。勲章は、騎章の他に聖章と軽色が授与され、さらに騎士団の清掃として、樹と同色のローブが定められている。騎章の丸太十字は、金地金に、白の尻尾を、大字を持って右肩から左腰へかける。聖章は、 銀の八方星の中心に、気象と同じ、デザインの金地金白色七方星、マルタ十字が配されている。サロクに配用する。軽色は、ビクトリア対ブリットレギュラー対デフフィド対 IND、IMP の文字と各節の間に入る、青い八角形の板をつなげた金の鎖で、中央の八角形の中には、女王の横顔がデザインされた金のコイン、他の八角形の中には、 金のバラが埋め込まれている。軽食の先端にも金地金白色執法性、丸太十字の気象が下げられている。ポストノミナルレターズは、ナイトコマンダーが軽ク母で、デームコマンダーは毒母序列は、聖マイケル、聖常寺勲章ナイトコマンダー、デームコマンダーと、大英帝国勲章ナイトコマンダー、デームコマンダーの間に位置する。気象の他に聖章が授与される。 気象のマルタ十字は、金地金に、白の尻尾を。ナイトコマンダーは、十字を持って首から下げて、デームコマンダーは、左胸上部の肩のあたりに、蝶結びのリボンで留めて廃用する。聖章は、大章の銀星マルタ十字が組み合わされた構図で、さらに気象と同様のデザインで銀星のマルタ十字が、その中心に組み込まれている。 日本やフランスの二等勲章の聖章が右胸なのに、対し、本聖章も左胸に配用する。ポストのみなるレターズは C ブ用。序列は、聖マイケル、聖城寺勲章コンパニオンと、大英帝国勲章コマンダーの間に位置する。希章の身が授与される。希章のマルタ十字は、金地金に、白の尻尾を。男性コマンダーは中字を持って首から下げて、 女性コマンダーは、左胸上部の肩のあたりに、蝶結びのリボンで留めて廃用する。ポストのミなるレターズはルボ。序列は、ことコ勲章と、大英帝国勲章オフィサーの間に位置する。気章のみが授与される。気章のマルタ十字は、金地金に、白の尻尾を。章女を持って、左胸上部に廃用する。ポストのミなるレターズはマボ。序列は、 帝国功労勲章と大英帝国勲章メンバーの間に位置する。希章のみが授与される。希章の丸太十字は銀字金で尻尾なし。章女を持って左胸上部に廃用する。ミートーは受賞当時。AB 木水塚 P259 から 263A 王室公式サイト。ありがとうございます。